はい、皆さんこんにちは。どうも、佐々木あゆみです。はい、今日はお家で簡単にできるマッサージを紹介していこうと思います。結構ね、運動はしてるけどメンテナンスはしてない、まあ、ストレッチはしてるけどマッサージまではしてないっていう方多いと思うんですね。あとは逆に運動してない方、体を動かさない方、ずっとデスクワークだったりとか血行が悪くなってる方にもぜひやってもらいたいなと思います。冷え性の方とかね。で、マッサージ、まあ、手で揉んでもいいんですけど、今はいろんなギアが出てます。結構ね、お高いものもあるんですが、今日は簡単に手に入りやすいこちら、じゃん、テニスボールを使ってマッサージしていきたいと思います。ぜひやってみてください。はい、ではやっていきます。下からね、順番に大体やっていこうと思います。まずは足の裏からいきます。ボールを置いて足の裏をほぐすように上から踏んでいく、これだけです。結構体重かけてもね、そんな簡単に破裂はしないので大丈夫です。ぎゅーっと体重かけながら土踏まず、そしてちょっとだけこう足を斜めにして側面からもほぐしてあげる。寒いとね、足の裏固まりやすいです。足の裏が固まると怪我の原因にもなりますので、しっかりとほぐしていきます。反対もいきましょう。気持ちいいです。体重をかけて土踏まずで、少し斜めにして側面からもほぐしていきます。はい、せっかくなのでマッサージだけじゃなくてちょっとストレッチも取り入れます。ボールを2つ置いて、つま先でボールをつかみます。こんな感じで、この時ガニ股になったり内股になったりしないように、親指からかかとまでがまっすぐ、両足を平行にしていきます。だいたい肩幅ぐらいです。 できれば膝を伸ばす、きつい方はちょっと膝曲げてみて、そのままだらーんと前にお辞儀していきます。はい、無理はしないでください。小指側に体重がこう逃げてしまわないように、母子球ギュッと重心を置くイメージで、足の指でボールをギューッと握ってみてください。息を吐いてだらーんとリラックスです。余裕があったら体を右、体を左と倒していきます。いける方はお尻の位置をかかとの真上に持ってきて、頭を低く、ももの裏の筋肉、ここが緩むと体全身が緩んできます。大きい筋肉ですので、時間をかけてゆっくりと伸ばしていきます。はい、起き上がるときは膝を緩めて背中からロールアップ起き上がります。次は膝の裏、ここギュッギュッと押し込んでいきます。軽くでいいです。はい、そしたら座っていきます。片足ずついきましょう。まずは右足、さっき側面の方少しほぐしたんですけど、ボール両手で押し込んで丁寧にまたほぐしていきましょう。土踏まずの側面、そしてかかとの上の方、内くるぶしとかかとの間、ここの筋って小さい筋なんですけど、ものすごく使うところなのでほぐしてあげた方がいいです。固まるとね、怪我にこれもつながってきます。はい、そしてこっからふくらはぎのすねの骨の際、骨と筋肉を切り離すような感じで隙間にボールを入れていく。結構痛いです。そして膝の内側、ここも老廃物がたまりやすい場所です。円を描くようにこう両手で体重をかけてほぐしていきます。そのまんま内もも付け根のあたりまで円を描くようにしてほぐしていきます。
まりね、体は力まずに呼吸はしっかりしながら行ってください。はい、じゃあ反対もやっていきましょう。まずは土踏まず、そしてかかとと内くるぶしの間です。足が温まってきました。はい、そしたらくるぶしからすねの骨の際です。呼吸をしっかりしながら転がしていきましょう。やっぱりね、足がむくんでる日はすごい痛いです。毎日やってるとその日の調子もわかるのでね、ぜひ自分でマッサージするっていうおすすめです。はい、膝の内側、ここはね、結構女性の方は脂肪が溜まってるので痛いです。でも脂肪は固まったままだと燃えにくいので、ほぐして温めてあげて、ほぐしてあげると燃えやすくなります。あのバターとかと一緒です。冷えたままだと溶けないじゃないですか。脂肪も一緒です。脂肪なんでね、まずは温めてあげて溶かしていくと。はい、内もものあたりもほぐしていきましょう。意外とね、ストレッチだと内もものストレッチってあんまりないので、こうマッサージでほぐしてあげるってこと大事かもしれません。はい、 OK です。次はすねの外側、ね、つま先をキュッてあげると、ここキュッて硬くなる筋肉があるんですけど、ここほぐしてあげます。はい、そしたら2つ使ってふくらはぎを挟むようにしてほぐしていきます。ふくらはぎは第二の心臓って言われてるぐらい大事な場所です。血液を全身に送るポンプの役目をしてくれてるので、ここが固まるとね、下半身が冷えたりとか体が冷える原因になります。あとね、腰痛とか辛い方はふくらはぎもね、血行良くしてあげると少し腰の筋肉が緩んで楽になったりします。手でもね、こう揉みほぐしていきましょう。反対もいきます。外側の持ち上げたらキュッと硬くなるところ、この筋がこうあったら、筋とはちょっと垂直にほぐしていきます。そして2つ使ってふくらはぎを挟むように、呼吸を忘れないように。ふくらはぎは手のひらでも揉みほぐしていきます。はい、さらにね、やり方としてはこう床に置いて上に足を乗せて転がす。これでね、膝の裏のあたりとかもやってあげると結構気持ちいいです。この時つま先を内股にすると足の内側がほぐれたり、ガニ股にすると外側に当たったりするので、いろんな角度でやってみてください。はい、 OK です。では次、さっき内ももやったので、今度外もも、ここが一番実は痛いところです。外ももはボールを2つ使っていきますね。2つ床に置いたらちょっと難しいです。膝を倒して乗っかる、そして転がる。あ、痛い。お尻の横のこの筋肉すごい張ってるんですけど、ここってストレッチじゃ伸ばせないんですよ。なのでほぐしてあげないとバランス悪くなって膝が痛くなったり腰が痛くなったりする原因になります。痛い。でも汗出てきた。この辺ね、お尻の横、ここ一番固まってます。あとはさっき言ったこの膝の上のあたり、ここも女性の方は脂肪が結構たまりやすいのでほぐしてあげる。太ももの筋肉は全身の筋肉の中で一番大きな筋肉なので、少し時間かけて念入りにやってあげてください。よいしょ。痛い。運動してる人の方が痛いかもしれないです。筋肉がね、張ってたりするので。ちょっと今日は短めにやってますが、
もっとねテレビとか見ながらでいいので長めに痛みが少し抜けるぐらいまでぜひやってあげてください。お尻の横痛い痛い、あいてて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 て、はい、最後足の付け根ボール2つ使って転がしていきます。鼠径部、これはあんまり強くしなくていいです。リンパが通っているので優しく撫でるような感じで転がしていきます。はい、 OK です。では次ちょっと寝転がってやっていきますね。お尻と腰です。お尻の下にボールを挟んで上から乗っかっていく、これだけです。で横に揺する。お尻もね固まりやすいです。お尻の筋肉固まると腰痛の原因になります。ちょっとずつずらしてお尻をキュッと締めるとね、固まる場所、ここ筋肉も固まるところなのでそこにボールを置いて転がします。で膝をこう開くとお尻の横もボールに当たるのでちょっと外側にボールを置いてお尻を開いてお尻の横、あ気持ちいい。反対側です。まあ、自分の気持ちいいところ自分でねやるとすごい分かります。人にねマッサージしてもらうよりも自分でやるといろんな気づきがありますので自分の気持ちいいところを試していきましょう。はい、そしたらお尻やったら次腰です。ちょうどお尻と背中の境目に隙間があるはずなんですね。背骨の両端にボールを置くようにしておきます。だいたいこの辺りです。ここに、ね、隙間があるんですけど腰が詰まっちゃってる方は隙間が全然わかんないかもしれません。ここにウエストを作るようなイメージでボールをギュッと入れ込んで横に揺すります。腰が詰まってると腰痛ヘルニアとかの、ね、原因になりますので腰に隙間を作るイメージ横に揺する。これ本当気持ちいいです。気持ちいい。まあ、背骨に沿ってね縦に動かしてあげてもいいと思います。はい、ちょっともうちょっとやりたいとこですけどどんどん紹介していきます。次結構痛いです。ここ肩甲骨と背骨の間にボールを入れていきます。一個ずつやっていきましょうか。はい、あー痛いので無理しないでください。手をこういう風に動かすと肩甲骨が動くので分かりやすいと思います。この肩甲骨の際、手を動かすと肩甲骨が動くということは手を動かす時に使う筋肉って実は腕の筋肉だけじゃなくてこの肩甲骨、背中の筋肉なんですね。なので肩こりのある方、肩の筋肉をほぐすだけじゃなくてこの肩甲骨をほぐしてあげると肩楽になったりします。反対もやっていきましょう。まあ、いける方はもう両方ね、いっぺんにいっちゃっていいです。よいしょ。ふう、力を抜いて、まあ、寝ちゃう方は寝ちゃってください。こうするとね、体重がしっかりとボールにかかっていくので、より負荷がかかって、まあ、でもね、きつければいいってもんじゃないので、無理しない程度にほぐしていきます。はい、もう少しだけ紹介していきます。次は胸、鎖骨の下、鎖骨の骨と胸の境目ぐらい、ここの筋肉もね結構固まります。ここ固まるとこういう風にねどうしても猫背になってしまいます。人ってね年を取るとどうしてもこっちに引っ張られて体が丸くなっちゃうのでここほぐしてあげて美しい姿勢を作っていきましょう。鎖骨の下のあたり、胸のあたり、そして腕と体の境目転がしていきます。気持ちいいです。で軽く脇に挟んでギュッギュッ3回ぐらい押していきましょう。これあんまり強くしなくていいです。リンパがあるのでね、軽くでいきましょう。鎖骨の下、胸の筋肉、
そして腕の付け根、気持ちいい。で、脇の下、ギュッギュッギュッと3回やっていきます。はい、あと少しです。はい、次は肩、頭を倒して首筋ピーンと張ってるところを転がしてあげます。気持ちいい。反対も、はい。そしたら次、頭の後ろ、ここです。ちょうど耳の後ろぐらいなんですけど、この首と頭蓋骨の境目ぐらい、ね、ボコッとしてるところがあるんです。ここって首の筋肉と頭の筋肉が集まってる場所なんですよ。なので固まりやすいです。なのでそこをほぐしてあげる。ここ実は結構痛いです。ここ固まるとこれも肩こりとか頭痛の原因になったりします。ここはぜひやってほしい。耳のねちょっと後ろのこう押すと、まあ、人によると思うんですけど、私は結構ぼっこりしてますね。で、首の後ろね、首筋もほぐしてあげてください。はい、こんな感じで全身やってみました。まだね、腕やってみたりとか、あとうつ伏せにね転がってね、このなんだろう、太ももの表とか付け根とか横に揺すったりとか、こんなのもね時間があるときはやったりしてます。いろんなやり方があります。まあ自分の気持ちいいところね、腹筋とかも結構腹筋も固まるんですよ。デスクワークの方ってね、ギュッて腹筋固まっちゃうんです。腹筋固まると何が起きるかっていうと、呼吸が浅くなるんですよ。呼吸が浅くなるってことは酸素が体に入らないので痩せにくくなったりするんですね。なのでここもほぐしてあげること実は大事です。お腹もね結構凝ってるんですけど、お腹に凝るってイメージってあんまりないと思うんですね。でお腹もほぐしてあげてください。はい、軽く紹介していきましたが、今日はこれぐらいにしておきます。ぜひ皆さんもやってみてください。ではまた、バイバーイ。